お小遣い月いくら？お小遣い、ああまあ別にそんなもらってない、普通に遊ぶときにくれるだけ。ああそういうことね。そっちの方がいいよね。まあまあ、うん、俺も遊ぶときもらってる。月いくらとかじゃなくて、あ、まあけど週5000円ぐらい。これキモいよね。一回死んだ方がいいよね。5000円から7000円ぐらい。普通に一回こいつ死んだ方がいいよね。うん、死んだ方がいいかも。やばいやばい、めっちゃいる俺のところ。彼女はできたの結局シーマ。ん？彼女できた？彼女は、うん、いやできねえよ普通に。できたんだろその反応お前。できねえよ。本当か？結構ガチ。へえ。この目を見て。見えん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 。さすがに見えんわ。さすがに見えんわ。この目を見てはやばいな。いやマジで。部活が本当に痛い。コロナでないはずなのに、うん、なんか大会あったわ。やば。彼女欲しいらしいもん。彼女ね、今は今の受験終わったらしい。やっぱそうだよな。そんなもんなんだ。やっぱそれ誰もそうだよ。あ、まあ受験だもんな。それはね、頑張ってもらわないとね。で、PC 買ってもらうの。PC 買ってもらうの。いやあ、これ食う？ココナッツ食べる？あ、いる、いる。90当ててる、90当ててる。うわ、待って。何してんのよ、お前。ドリップ。痛い。やばすぎー。オッケー、45当てた。45当てたよ。俺が決めてね。俺がかっこよく決めようと思ったのに。とりあえずこの金庫の門番やっとけ。門番ね、必要だ。確かに確かに必要でしょ。うん、求めてた。マジ最低すぎた。待って、あれ物資落ちてんじゃん。どういっちゃう。もうそれ取りに行く気満々だけど。もう絶対俺の方が早く着く自信しかない。いやお前マジうざい。これあるよ、これいらないの。これいらないの。じゃあ俺もらっちゃおうかな。あ、なんかいるでしょ。待って待って、ごめん。何ちゃんとした時や。ちょっと充電する。やばい。オッケーオッケー、2人やり。オッケー、やばい今の殺し方。
攻めちゃいます。やばお前、死ねえ、うますぎるな。